荒子観音は、愛知県名古屋市中川区、荒子町にある、天台宗の寺院。荒子観音寺とも称するが、正式には、上海山遠流院観音寺。荒子の観音さんとしても親しまれている。大有四観音の一つに数えられる。本尊は、聖観音。寺伝によれば、天平元年、大朝の早々と言い,い、天平十三年、大朝の弟子の僧。 自称が道具を整えたという。隊長は、ガガの白山の海祖とされる伝説的人物であり、以上の早々伝承が、どこまで史実を伝えるものかは定かでない。創建当時は、中川区高畑家町にあり、後輩を繰り返して、現在の場所に落ち着いたと考えられている。円空仏の研究は、荒古観音寺に始まり、荒古観音寺に終わると言われるほど、荒古観音寺には、 多種多様な円空仏が存在する。荒子観音寺には2014年時点で1255体の円空仏が現存し、異質像11体を含めて1266体が確認されている。2014年時点で日本全国で現存が確認されている円空仏5374体のうち、実に4分の1以上が当時にあることになる。荒古観音寺18世。 近世法院の清海雑記によれば、円空は遠方4年に荒古観音寺に滞在しており、様式面からも荒古観音寺の円空仏は遠方4年前後に造造されたと考えられている。荒古観音寺の本堂には釈迦如来大黒天の二像が安置され、三門には二王像二体が安置されており、二王像は最大の円空仏としても知られる。 1979年に、長谷川君重は、荒子観音寺の二王像を円空が水に浮かべて、像を掘ったする推論を発表している。これは、技術的な面から、棚田家氏、山田匠林、小島橋五次らによって否定されている。円空よりも後に、同様の創造,造活動を行った層に、目次敷がおり、龍宗吉は、宮崎県西都市の目次敷五地間に伝来する。 木寄仏を水上に浮かべて掘ったとし、建松和平は木敷が円空が荒子観音寺において水上で像を掘ったことにならい同様の像像を行ったとしている。一方で、小島橋ご次は荒子観音寺に円空が水上で像を掘ったとする記録、伝承が見られないことからこれを否定している。その他の円空仏は客殿に集められており、中でも三体の後方神は、 円空の代表作として知られ、円空の和歌も添えられている。他、不ぞろいな板切れに、目や鼻、口を表現した、コッパフッツと呼ばれる群像31体がある。1972年、境内六角堂の木箱の中から1024体の円空フツが発見された。これは千面菩薩の所蔵で、平成18年の調査では千面菩薩は1005体で、 黒ずんだ像の混入や、四体の移り座が確認された。清志海雑記によれば円空は、檜の,の大木からまずに王像を掘り、余罪を用いて、所像を増像し、さらに、平座や板切れで、骨破仏や洗面菩薩を作ったという。図紙中には、像と共に、削りくずが入れられていた。荒子観音寺の円空仏は、毎月第2土曜日の午後1時から4時まで。 公開されている。円空仏の公開日には、境内で円空仏を掘る体験教室が開かれている。多方等は前述の通り国の重要文化財に指定されているほか、山門と合わせて名古屋市の都市景観重要建築物等に指定されている。名古屋市ホームページ ABC 小島橋ご次 2014P51 小島橋ご次2014 P123 長谷川君重、変年口絵写真解説円空研究別館に棚田岳氏山田匠林技法から知る円空美術手帳二2013年小島橋継ぎ2014 P52 小島橋継ぎ2014 P53 小島橋継ぎ2014ピアニッシモ、五53から54 AB 小島橋継ぎ2014 P55AB 小島橋ごつぎ 2014P57 円空仏彫刻コッパの会文化財ナビア知、名古屋市都市景観重要建築物都市定物件住宅都市局都市計画部都市景観室 h t t p w w i t n a g o y a j p 観光カテゴリー 3581000000HTML2012 年11月25日、閲覧。ありがとうございます。